アンパンマンに食パンマンを押すと絵柄が変わるよ。皆さんこんにちは。今日はこちらの仮面ライダーゴーストに出てくる俺ゴーストアイコンですね。こちらをちょっと分解してアンパンマン仕様にしてみたいと思います。それではまずこちらの後ろのここですね、こちらの4つのネジを取っていきます。それではまず正面のこのカバーですね、こちらを外してここも外しますね。中身がよっ、おいしょ、これでよいしょ、取れましたね。さあ今度はこちらにアンパンマンのシールを貼っていきたいと思います。よっ、こちらをちょっと四つ角に、こんな感じで全部貼れました。それではまた元に戻していきます。できました。これでちょっと押していきますね。このにっこり笑顔のアンパンマンが表情が変わっていきますね。とっても面白いですよね。同じ要領でもう一つ作ってみました。順番に見ていきますね。まずはアンパンマンが、よいしょ、食パンマン、食パンマンが天丼マン、天丼マンから最後は、よいしょ、これはおむすびマンですね。アンパンマン、食パンマン、天丼マンにおむすびマンですね。いかがだったでしょうか。とっても楽しかったですよね。みんなも真似してやってみてね。それではまた次の動画まで、バイバーイ。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットの方は画面を縦にしてこちらの赤いボタンを、パソコンの方はこちらの青いボタンをクリックしてください。それでは次回の動画もよろしくお願いします。